何千年もの間ユダヤ人は神への献身を表すためにシェマという有名な祈りを毎朝毎晩捧げました「聞けイスラエル」「主は私たちの神」「主は唯一である」「心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神」「主を愛しなさい」シェマの最初の言葉は「聞け」ですがこれはヘブル語で言うと「シェマ」でそれがこの祈りの名前になりました。 シェマは旧約聖書によくく出てくる言葉ですというのも「聞く」というのは非常に普遍的な行為ですからね信玄20章にあるようにこれは耳と関連づけられる言葉です「シェマする耳」と「見る目」主が両方を作られたここまでは分かりやすいかもしれないですが「旧約聖書」の著書たちの「シェマ」という言葉の使い方を見ていくと単に「音を耳に入れなさい」というだけの意味ではないと分かります。 シェマには注意を払う集中するという意味もあるのです夫のヤコブに愛されなかったレアが息子を産んだ時彼女は息子にシメオンシムオンと名付け主が私が愛されていないことにシェマしてくださったと言いましたこのようにシェマとは聞いて注意を払うことを指しますがさらに聞いたことに応答するという意味もあります だから、詩編の中で、神に助けを求める祈りの多くは、聞いてくださいと呼びかけて始まります。詩編二十七編七節には、私の呼ぶ声をシェマしてください、私を憐れみ、答えてくださいとあります。神にシェマしてくださいという時には、どうにかしてくださいと求めることでもあります。神がイスラエルに聞きなさいと言った時も同様です。シナイ山で神は。 もしあなたがよくシェマして私の契約を守るならあらゆる民族の中で私の宝になると言いました出エジプト期のこの言葉には興味深い点がいくつかありますヘブル語ではこのシェマという言葉が協調のためにシェマシェマと2度繰り返されていますつまりよく聞きなさいといとう意味ですまた神にとって「聞く」ということは基本的に契約を守ることを指していると分かります 神が人にシェマしなさいという時は聞いて従いなさいということなのですそして古代ヘブル語では従うつまり自分よりも知恵や権威のある人の願いを遂行するという意味の言葉はありませんなので聖書では聞いておっしゃる通りにしますと言いたい時にはただ一言シェマしますと言えばいいのですつまりヘブル語では聞くこととすることはコインの裏表なのです だからイスラエルの歴史の中で民が神との契約を破った時預言者たちは耳はあるが聞かないというようなことを言いましたもちろんイスラエル人たちの耳はちゃんと聞こえていましたが本当の意味では聞いておらず行為が伴わなかったのですこのように聖書において聞くとはそれを語っている人に敬意を払い言われたことを実行するという意味です本当に聞くことには努力と行動が必要なのです これがヘブル語のシェマです。